3分間オーバーウォッチ2講座、今回はブリギッテについて解説をしますのでよろしくお願いします。ブリギッテの長所は攻撃、防御、回復をすべて自分で賄える点です。サポートロールは何度も後ろから攻撃されるという状況になりがちですけれども、そういう相手を追っ払うどころかですよ、倒せる場合もあるんです。しかし全てがマイルド目の性能をしているので非常に繊細に立ち回る必要があります。遠距離や空からの攻撃に極端に弱いのも悩ましいところです。メイン攻撃はロケットフレイル、横に払うフレイル攻撃です。リーチは短いですが近づけば当てやすい軌道をしています。リペアパックは3つまでストックできる回復パックです。対象指定アビリティなので狙った味方を回復しやすいんですが、クールタイムはちょっと長めです。ウィップショットはフレイルを伸ばして攻撃するアビリティで、リーチがある上に相手を吹き飛ばす効果があります。味方を守るのにも使えますし、メイン攻撃などからつないでいくと相手を倒しきれることもあります。バリアシールドは自分を守るシールドを展開します。シールドは壊されてしまうと一定時間使用できなくなってしまうので、耐久値をゼロにしないように心がけましょう。シールドバッシュはバリアシールド展開中にシールドで攻撃をします。前方に移動するので距離を詰めたり対比したりと移動手段としても使えます。当たれば相手を吹き飛ばすんですが、シールドが壊れている間は使えないので注意が必要です。インスパイアというパッシブがありまして、攻撃が当たると一定時間周囲に回復フィールドを展開します。回復スピードは遅めですけれども、ブリギッテの要ともいえるパッシブなので、味方の近くで積極的に攻撃を当てていきたいです。アルティメットはラリー、移動速度が上がり周囲に徐々にアーマーを付与するフィールドを展開します。回復だけでなくアーマー付与なので体力上限を上回る体力になれますが、ウルトにしてはちょっと効果が小さめなので、単体で一発逆転というよりは補助的に使うのが良さそうです。ジャンプをしてからシールドバッシュをすると、通常のシールドバッシュよりも若干ですけれども移動距離が伸びます。差は微々たるものでも操作難易度は低いので、知識としてはあっていいものかと思います。周囲を回復させる能力があるので乱戦になりがちな試合と相性がいいです。またサポートが狙われがちな時に味方のサポートを守る役割も果たせます。遠距離や空からの攻撃に弱いので、そういうヒーローで近づかずに攻撃していきます。ブリギッテは回復に時間がかかるので、高火力ヒーローで一気に倒しきるというのも有効です。すべてのアビリティを使いこなさないといけないブリギッテのおすすめ度は星2つです。攻撃が当たれば回復します。しかしその攻撃のリーチが短いので、無理をすると自分の体を前に出さなければなりません。じゃあ後ろに下がっていて安全なところにいればいいのかというと、そういうわけでもないというですね、非常に戦場での立ち位置が難しいヒーローとなっております。ただ味方を守れるサポートという立ち位置は唯一無二なので、使えるようになっておくと心強い存在です。ブリギッテ編は以上です。それではやっていきましょう。今回もゲームプレイを1試合ブリギッテを使ってお送りします。勝てたらいいな、負けたらやだな、そんな自分が今燃え盛っております。あー、何回いる。あ、回復をしながらハムスターめー、ゆるさん、あ、倒しきれた。あ、よし、しっかりと身を守りつつペイロードに隠れつつ回復とかもしつつっていうね、この忙しいヒーローではありますけれども、しかししっかりハマれば本当にこれほど強いヒーローもいませんよね。見てください、書いてあることめちゃくちゃ強いんですよ。ただ使いこなすのはかなり難しい。だからそのエイムがないとダメとかそういうことではない、まあエイムもいりますけども、アナみたいなね、本当にエイムがあってそれが大前提みたいなヒーローではないので、やりようではありんです、ありんですけれども、まあ、特に出しどころっていうと味方 そのサポートですよね。サポートがひどい目に遭ってる時とかにそれを守ったりもできるわけですよ。サポートなのにサポートを守れるっていう。あ、すんごい、あれ、ほっ、助け助け助け、いいですよ。
華麗なる王様キオラで回復もしっかりします。でブリギッテの弱点はですね、講座ではちょっと言い切れなかったかもしれないんですけれども、そのライフパックを与えて回復させることもできるし、そのインスパイアっていうパッシブで回復させることもできるんですが、どちらも瞬間回復じゃないんですよね。その回復量自体もあんまり大きくないですし、徐々に回復っていうリジェネタイプなので、そこもちょっと悩ましいところではあるかなというところですけども、ちょっとね動画の尺的にあんまりこのまま、勝つことはもちろん嬉しいことなんですが、ちょっとね順調に行きすぎると尺が、ういボギャーンタイムボカンシリーズ、あなんだこれまあクイックマッチはですね、やっぱりヒーローの練習に使ってる方も多いですし、ちょっとこういう試合も時々起きてしまいますよね。でも基本的には勝率 50% ぐらいになるようにできているので、ぜひ皆さんもですね練習にガンガン使っていいと思いますね。みんな集う、自分だって最初は何も使えないところからでしたからね。どこハムさんどうした、あなんか抜かれた。こういう時はこうやって隠れるんですね。盾もありつつ隠れもしつつ味方を回復しつつ、それなんだみたいなね。えなんだ今なんか浮きましたよ。えなんだ今の、あれ今なんで体浮いたんだろう。段差があったからですかね。なんかあんまり体験したことないような。もちろんあのレッキングボールに対しても十分使っていけるヒーローの一人ではあると思いますね。バスケあっとっつってです、やべべべべべうえーん。でもさっきも言ったように、その回復スピードが遅い分ですね、それを上回る瞬間火力がバーッと出てしまうと、やられてしまうと。だから遠くからの攻撃もきついんですけど、もう素直にリーパーとかに正面からパンパンパンってやられるとやられたりしますね。ジャンクラットとかもそうですし、ロードホックとかもそうですし、リーバーとかもですかね。この戦術は助け、おきつね様どっちが強いんだこれ、おきつね様と名乗る。どうだどこどこ、私は誰、どこ、ゆれれんロザン昇竜派。ペガサスローリングクラッシュでした。自分の人生は儚いものですよ。ちなみに自分は魚座なのでピスケスのアフロディーテです。悲しいですよね。今の若い方は知らないかもしれませんけれども、アフロディーテだった時の学校での立ち位置の悪さ、あとはデスマスクも似たようなもんでしたね。あなんか来た、ハムスター、なんかどこだ、もう一声で入るんですが、ほいあっ、後ろ、ごめん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 、前後ろ、ちょバギャー、よし終わらせましょう、この戦い終わらせましょう。ホトトギスほら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 、いいですよ、もうハムスター橋本環奈、超大物が対戦でいたようですね。嬉しいです。ちょっとですねこの試合ですと、逆によくわからないところもあったかもしれないんですけれども、ブリギッテっていうのはですね、本当にそのチームが厳しいなって時こそ難易度が上がるヒーローだと思うんですよ。だからそういった時にどのアビリティでどの敵に向かっていくか、そしてどのアビリティでどの味方を助けるか、これ間違えるともうその試合の勝者にもなるし敗者にもなるし、勇者にもなるし先輩にもなるしっていうところがね、難しいんですが面白いし、やっぱりね変え難いヒーローなんですよ。トレーサーとかゲンジにいじめられてる時にブリギッテ出せたらどんなにチームに
嬉しいかなというところで終わりましょう。はい、ではですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。